2008年シンガポールグランプリは2008年会1世界選手権第15戦として2008年9月26日から9月28日にシンガポール市街地コースで開催された。正式名称は2008フォーミュラ1シンテルシンガポールグランプリこのグランプリは会1世界選手権が1950年に始まってから数えて800レース目となる。また、 F1 史上初のナイトレースとして開催された。q 1編集 q 1のトップタイムは、フェラーリのキミライコネンでソフト側タイヤで144.282をマーク。マクラーレン・メルセデスのヘッキコバライネンが、ハード側タイヤでわずか0.029秒差の2番手、ルイス・ハミルトン3番手、フェリペ・マッサ4番手の上位4台で抜けていく。q 1の終了が迫る中、 レッドブルのデビットクルサードは15番手以内に滑り込んだ。ルノーのネルソン・ピケ・ジュニア、トロロッソのセバスチャン・ブルデー、ホンダのルーベンス・スバリチェロ、ホース・インディアの2台が9-1で姿を消している。9-2、編集9-2が始まると、フリー走行2とフリー走行3でトップタイムを記録していたルノーのフェルナンド・アロンソにトラブルが発生。タイムが残せないまま終わってしまった。 ヘラーリはマッサが144.014 14で暫定トップに躍り出ると、ライコネンも144.232で93、進出を確実なものとする。一方のマクラーレンは最初のアタックでは上位10台に入れず、再度コースイン。コバライネンが2番手に飛び込むが、ハミルトンは過労じで8番手タイムを記録する。この後、トヨタのティモグロックが自己ベストを更新し、さらに、 ウィリアムズの中島和隆が初の Q3 進出を決めたため、ハミルトンは10番手に交代する。以降のマシンは、ハミルトンのタイムを上回らず、ハミルトンは脱落ギリギリの10番手で、Q3 へ進出。ここで脱落したのは、トヨタのヤルノ、トゥルーリ、ホンダのジェンソン・バトン、レッドブルの2台、アロンソとなった。Q3、編集 Q3 がスタートし、 最初のアタックではマッサが145.491でトップ、ハミルトンは145.638で2番手、ライコネンが146.037で3番手と並ぶ。この3台はハードガータイヤでアタックに臨んだが、ソフト側タイヤの小払いネンは10番手。各社最後のアタックに入り、ライコネンは145.617で2番手となるが、直後に ハミルトンが145.465のトップタイムをマーク。しかしその後方からマッサがハミルトンを上回り、144.801と93唯一の1分44秒台を叩き出す。ハミルトンに0.664秒の差をつけて、93が終了した。記念すべき、第1史上初のナイトレース、最初のポールポジションはマッサが獲得した。 マッサのポールポジションは、第12戦ヨーロッパ GP 以来3戦ぶり今季5回目、通算14回目。フェラーリは今季7回目のポールポジション。ハミルトンが2番手、ライコネンが3番手だった。マッサの1回目のピットイン。後ろにいるのはライコネン。ニック・ハイドフェルドは、予選91中に、ルーベンス・バリチェロの走行を妨害したとしてサングリッド、広角ペナルティ。 ジャンカルロフィジケラはピットレーンスタートとなった。スタートはクラッシュもなく、クリーンなスタートとなった。序盤は9番手の1ストップ作戦を選んだ。トゥルーリのペースが非常に遅く、またオーバーテイクがしにくいコースの特徴もあり、8番手のハイドフェルドと以降のマシンの差がかなり開いた。13周目、ピケがターン17でクラッシュ。その影響でセーフティカーが導入された。 14周目は、対列走行中に、バリチェロが、コース上でストップしてしまった。17周目にピットレーンがオープンとなり、各社がピットへと入っていった。1位を走行していた、ドライバーズランキング2位のマッサのピット作業で、信号を変える担当メカニックのミスで、マッサが給油ホースが抜けていないにもかかわらず、スタートしてしまったため、給油ホースが引きちぎれた。 その結果、ピットロード出口手前で停止し、メカニックがホースを抜きに来るまで待たなければならず、かなりのタイムロスをしてしまった。また、ピットからスタートするときに、エイドリアンス・ウティルの進路を妨害したとして、ドライブスルーペナルティを受けてしまった。また、ニコロ・ズベルグとロバート・クビサとバリチェロンには、ピットレーンがオープンとなる前に給油作業をしたとして、10秒、ストップペナルティが課された。 10コーナー1つ目の遠赤リスタート時の順位は1位、ロズベルグ、2位、トゥルーリ、3位は15番手スタートのアロンソだった。その後、ロズベルグがペナルティを消化、トゥルーリが33周目に1回目のピットインをすると、1位はアロンソへと変わった。50周目、18コーナーでスピンしていたマッサが、コースに戻った直後、スーティルがそこに突っ込んでしまいじっや、そして、 二度目のセーフティカーが導入された。残り4周となった57周目、10コーナーで遠赤に引っ掛けてしまったライコネンが、その先のウォールに激突しリタイヤ。優勝したのは、土曜日の予選でアタックを失敗したアロンソだった。2位にはロズベルグ、3位にはハミルトンが続いた。6位で完走したハイドフェルドはこのレースで25連続完走を達成し、 決勝連続完走の新記録を樹立した。2009年シーズン途中でルノーを解雇された、ネルソン・ピケがこのレースの13周目にクラッシュしたが、それがチームの指示によるものであるという情報を、ブラジルのテレビ局であるクロボ TV が得た。そのクラッシュがチームメイトのアロンソの優勝に大きく関わっているのではという噂が流れ、やがて様々な状況証拠から事態を重く見た。 FIA が調査に乗り出す結果となった。2009年9月16日、ルノーは、ピケのクラッシュが、チームによって指示された意図的なものであったことを認め、マネージングディレクターのフラビオブリアトーレ、エンジニアリングディレクターのパッド・シモンズの離脱を、発表した。また9月21日に、フラビオブリアトーレには、永久追放処分を、パッド・シモンズには5年間の資格停止処分が下った。 ありがとうございます。